皆さん、こんにちは。お待たせしました。岡村康之さん。特に今日はサードアルバムの安行についてお話ししていきたいと思っております。お付き合いください。前回の動画でもお話ししてるんですけど、安行というアルバム。この優先向けのレコードがね。僕は当時 CD で聴いていたわけですね。1989年と思います。名作中の名作と言ってよろしいでしょう。家庭教師があの傑作という ことそれを分かっていますし自分もそういう考え方思いがありますですけれどもアイドル的な魅力のあった岡村康之というのがきっかけに好きになっておりますんでこう見ていくのが正解なんじゃないのかなというふうに考えておりますので話を続けていきたいと思っておりますこのアルバムのまずリリースされた時代背景を簡単に振り返ってみましょう1989年です 平成、いわゆる平成元年ですね。消費税3%導入なんていうのが、これ定着していくタイミングになります。音楽を聴くメディアとしてですよね。メディアとしては、もうレコードはカセットテープに映っていて、そのカセットテープから CD、この CD がほぼほぼ定着したというのが89年だったように記憶しております。当時私は中学2年生ですね。音楽シーン、世の中どんな形だった、どんな感じが雰囲気だったかというと、 ミュージシャンというより CD 自体がすごくトレンドだったんですよ。ホコテンイカテンですよね。それで CD が流行る。そしてバンドブームというのがずっと根付いてまして、僕らの友人、先輩連中もこぞってバンドをやって、まあ聞きに行ったら大変なことになってるっていう、まあまあいいか悪いかはお任せしますけど、何回もちょっと体験して、どう思ったかというと、これなら俺できんじゃねえのっていうのは、 当時のミュージシャンとかってより隣にいるやつらで楽器持ち出したやつ見てたら思ったの記憶してます。まあ、それが僕の中2ぐらいの時1989年ですね。で特に、えー、と音楽シーンで言うとまだまだ重要なメディアだったのは CD とはいえテレビだった気がしてます。でテレビがどういうタイミングだったかというと音楽番組がものすごく減った時期なんです。いわゆる 歌のトップ10ベスト10なんていうのはこぞって終わっていき夜のヒットスタジオもですね終わっていきミュージックステーション一番後発だったミュージックステーションのみが残り今も存在しているというような感じですねでまあこれダイアンでどうなったかというふうになると CM ドラマの主題歌15秒のスポット30秒のスポットドラマであれば1分ちょっと1分前後ぐらいですかでつかめた曲というのがヒット曲になる。 そういういいい時代に入っていくタイミングでございましたで岡村康之さん1989年どんな感じだったかというふうに言うと、まあ、渡辺美里さんの曲提供というところでスマッシュヒットという言い方ですねしっかり功績を残されて本人のアルバムというところがいよいよギア入ってくるそういうタイミングですこのアルバムの中に収録されております「大好き」という曲があるんですけどもこれもコマーシャルソングに、えー、適用され後で聴いてみるとそれ用に書いたみたいな。 感じなんですけども、それがしっかりヒットしていく。まあ僕も初期の岡村康之さんの曲の中では、これはもう代表曲と言っていいと思います。ひらがなで大好きという曲です。そういう時代の中で生まれた、この「安雪」というアルバムですね。あれもう一回レコードでこの「安雪」という、これ活字入るかな。ね。これ結構レアなんですよ。有線放送の人たちに配られたやつで、まあ簡単に言うと、 ね、これほらほら、ここ、ここ、これ、こうした方がいいか。こうなって。で、簡単に言うと、これで、まあ、放送リクエストしてくれっていうふうにした、テストプレスですよね。大体の場合、超音がいいんですよ。レコードっていうのは、この圧縮して圧をかける型が1枚目からだん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 物理的に低下していくんです。摩耗していくためですよね。ファーストプレスほど、より音がいい。要は、優先向けに出したレコードが、基本的には、まあ、そこでちょっと問題があった場合、 あの作り直したりもするけどもそういうのを除いてで言うと一番音がいいんですおそらく私の持ってるデータでは、まあ、僕レコードコレクターなもんですからこの有線放送のテストプレスが作られてるのは1990年2月のリリースまででなはずです日本版の有線用というのはそこを機にその後 CD が有線放送に配られるようになりますさあ余談はこの辺にしましょうか いきましょう。岡村康幸、康幸の魅力についてお届けします。これね、曲順からまずいきましょう。アルバムの曲、全部で11曲収録でございます。全曲捨て曲なし。喋ってて嬉しくなりますね。ベジタブルという一曲目です。この、かわいい世界観。そして、岡村康幸武士。1曲目から飛び出す。夢中になれる曲だと思います。前作のこちらちょっと奥に隠れてますけど、デートという曲が、1曲目が19という曲で、デデデッ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 デ うん、ちょっと言えてないそういう衝撃ではなく、高まる衝撃なんですよね。一回デートのダイティの時は、お、おい大丈夫ってなるんだけど、この、 入るんですけど、程度が上がりまくってます。掴めます。あ、失敗したって気持ちにならない。ここね、すごいんですよ。この一曲目。このベジタブルっていうタイ,タイトルで、犬の歯、歯、歯から入る。広がりますよね。イメージが。すごい、もう色彩感。聞いてみてもらいたいと思います。もし、あの、ご存知な方は、どこか共感してくれたりしたら嬉しいです。もう行っちゃおうか、フレーズ。愛犬ルート散歩すりゃストロベリーパイからスタート。わ何言ってるかわからないけど、 そこじゃないんです、もう魅力が。これすごい掴みですよ。波の発想じゃない。This is artist. そこ始まりでそこかなんですけど、素敵。じゃあ次行きましょう。これテンション持つかな、俺。あ <laughs> の、一曲目。Love t a m b a r i n という曲があります。女性ファンだったら、これやばいっすよ。スイートなんだけど、甘すぎず、とろけすぎず、 それでいて、核がある。どんなに熱いとこでも溶けないアイス。どんなに甘くても低カロリー。ちょっと最後のいらないかもしれない。岡村康之さん、この当時というのは、トンネルズ、ネルトン・ベニク・ジラダンなんていうのの世界観、なんか、超好きな人っぽいんですよね。で、あの映画とかではもう、ジャングルジム登って、ちょっとこっち来てみそうという、そこ影響受けちゃうんだって。多分それ、台本とか脚本書いてないやつなんですよ。でも、そこを使っていくぐらい。 で、この曲、なんでこんなこと言ったかというと、この曲の中でも、このバラ持って TV の男たちのように告白タイムを見つけ出したいというフレーズがあるんです。これは若い人全くわかんないかもしれないけど、当時にもう本当に一世を風靡した出会い系番組みたいなのあるんですよ。ネルトン・ベニク・ジラダンっていうトンネルズがね、やっていた番組ですけど、この番組がものすごい大ヒットしてて、この世界観多分岡村屋敷さん、 あの入っったんでししょうねしっかり引用してるという感じでございます可愛いんですよねもう作ってくる世界観が男が共感できる上にいちいち可愛いそれで3曲目どんなことをして欲していの僕に急にまあプリンスとか聴いてる人には「あーあガチャっていう歌詞の世界観というところがやはり安之節が聴いてますあと裏声「ファルセット」でずっと歌い通してサビだけ戻す、まあ、それも例の人に同じだろうって言うかもしれないけど そんなこと中学生知らねえから。いいんだ、いいんだ。全然いい。で、安雪のこの世界観っていうのが、まだ早かった。中2は <laughs>。うん。だけど、あ、これ、これなんか、この兄貴気持ち悪いみたいな。気持ち悪いけど、なんか、なんかそっちの世界観、興味あるみたいになってくれた曲です。ねもうここだけでもう終、終わってもいいぐらい。あの、時間数的に。 でももう始めちゃったからこのテンション後でもう一回作れないから続けます。さあ4曲目。友人の振り。このバラードやばいっすよ。もうこれ子供にわかるラブソングでバラード。中2ぐらいってね、もう男ぶクくそ書きなんですよ。で、女の子は大人なのもう。うで、恋愛相談とかってあるじゃないですか。僕なんかもう本当分かってない感じの、うん、方面で本当ごめんなさいなんですけど。割とされがちなとこあるんすよ。 あったんですよ。で、その気持ちめっちゃわかる。どうすれば言葉になるのかなってやつが、ジャストですよね。尾崎豊さんの曲でも言い当てられた感じあったんだけど、岡村康之さんは前の動画でも言ったけど、隣にいる感じ、あとどこにでもいる感じなんだけど、こんなに上手に言えない。この人のこの歌詞すごいっす。天才、それなしかも、音数少ないバラードで。ね、コンサートとかでも、 本人ピアノ一本でみんなと一緒に歌おうなんてやってたりするんですけど、もう頑張って声出しちゃいます。もう、うぜえなと思われてるかもしれない出しちゃう。だってもう、すごい、もう、重要な曲だもん。で、やすさんがこの、せいみたいに言ってくれたら、二部でしょ。最高です。もう僕の人生の中でも、間違いなく五本の指に入るバラードです。友人のふりでした。5曲目いきましょう。バイブル。聖書と書いてバイブル。 及川光弘さんもこれカバーバージョン出してます。もうほぼほぼ完コピですよね。なぜそうするかというと、世界観を見失わないためのリスペクトですよ。うん、この曲も、言うことなしです。なぜ言うことなしかというとこ触れましょう。なんていうかな。わけのわからない <laughs> 静寂から語り、君は僕のこと好きだって言うけどさ、どうして知らねえよ。知らねえよというのをずっと、 数分続くんです。背が高いから、曲を作るから、踊りが上手だから、やめろお前,がお前がやめろよで僕が君の彼氏になりたいだけなんだ。もうね、あの、一発目にこれ来たら腹立つと思うんですよ。もうファン化してるんで、ああ、連れてかれるっていう感じ。本編の曲とかもものすごいファンキーで。 トリッキーでで超かっこいいんです。クイーンでいうボヘミアン・ラプソティーっていう人いるじゃないですか喫敵っすもう俺の中で戯曲すげえすげえよもうぜ全部すげえしか言ってないかもしれないけどこのアルバム聞いてない人ねダメっすよ j p o p って言葉あると思ったら m ミスターチ d ドレンとかいいですよもう聞いてもらってもずんくさんもそうですもうこれこれ聞いてなかったら。 文脈間違う。時代変えてますもん。この前半だけで時代優に変えてます。やっと前半終わりました。さあ、今までの5曲振り返ってみましょう。ベジタブル、ラブタンバリン、どんなことをしてほしいの僕に、友人のふり、バイブル。最高っすね。さあ、まだ6曲も残っております。ちょっともうこれ休憩すんのめんどくさいんで続けちゃいます。お付き合いください。さあ、行きました。これ中盤、大好き来ました。大好きだけで10分喋れんな。 それちょっと今度作ろう。いろんなバージョンあるから。知らねえよって話かもしれないけど。やるぞ。じゃ、あまずは行こう。導入だ。大好き。最高です。これ多分、ポップス岡村康之だったら、この曲、トップですよ。なぜこの年で、このタイミングでこんなにバラエティな曲をかけたのかもうわかりません。すごい。これが CM 曲なんですけど、 テーマを与えられてこんな曲かけたんだったら、天才って言っていいと思いますね。当時、こんな人いるんだったら音楽なんか作れないって思った口ですよ。まあ、だけど隣の同級生とか先輩のバンドとか見てたら、ないけんじゃねえなんて思うそ、そういう不思議なバラエティに飛んだ音楽環境あった時代です。カラオケボックスなんていうのも流行してたタイミング。 始ままってましたからいやアナログだったけど当時は面白かったっすよまあ <laughs> 続けましょう大好きこれねもう曲スタートから終わりまで外れレ全くなしそしてあえて強いてここだけって言うんだったら最後の「エビバリ製ヘポタイヤ」が意味がわからないもう真剣に考えて でその鳴のり,りとか響きっていうのがこの曲に適切なんですまあ桑田バンド桑田佳祐さんサザンオールスターズなんていうのは当時一緒に聴いてたんですけどその感じあと佐野元春さんの英語を使う感じとは全く違うんですよね強いて言えば桑田さんかなでも後から歌詞当ててくれてるんですよ桑田さんって岡村さんそんなそんなチャチいことしませんもう分かんないままいきます最高っす本人も多分今もみんな分かってないもん多分 <laughs> 違ったらすいませんなんか悩んでない感じする 後から当て,てない曲最高にポップス。もう大好きはまた今度喋ります次行きましょうカモンこれは後半に向かうためのバイパスの曲ですこの曲はこの辺にしましょうで,でまあボーイズ入ってくるねえまあでもこの辺は全部バイパスです愛してくれないもんまあどこまでこれ喋ゃろうかこんなそんなこと言ってる間にやってけってことかじゃあちょっとなんか挟もうとあのね当時の時代背景とかっていうところもう一回言うけどこれ安行の あの発売された俺正確な日,日時ちょっと忘れちゃったあの日付ね日付これちょっと調べてみようかで調べながらも喋ろうかあの安行が出てたタイミングってさっきのネルトンとかも言ったけどドラマの主題歌本当に売れ出したんですよでドラマの主題歌この年はまだだけど翌年の東京ラブストーリーって翌年だったかな100万枚200万枚のゾーンに入ってますねでその時の 前夜みたいこの人本当にね早かったから本当に早かったのあーこれ出てる出てるウィキペディアとか見ちゃっ7月の11日だ1989年7月11日作詞作曲編曲プロデュースほとんどの楽器の演奏を岡村康之本人が手掛けるようになっているスティービー・ワンダーかよってねす,ーげーすげえよすげえよどこまで話したっけ B 面か B 面の話かこれ戻るかやっぱコントにしようかじゃあもう最後「バスケットボール」っていう曲ね自分があの歌手活動だった時カバーしてた曲なんですよでなぜカバーしていたかというとこれもこの曲の,あの歌詞がすごく自分にはまったなんかね子供なのよその恋愛とか彼氏彼女とかっていうののあの何ていうの内容分かってねえんだよだけどなんか岡村さんも内容分かってねえ感出てるんですよ で、とにかく彼氏になりたい人なの、この人 <laughs> だ。とにかく結婚したいとか。え、どういう結婚生活でどういう付き合いが重要なんじゃないのとか子供ながらに思ってるのに。なんか、ポスト欲しがるのね。<laughs> それいい、なんかそれいいなって。わかりやすいなって。<laughs> 他のだとわかりにくいなと。とまあじゃあまとめましょう。ポップミューアルバムとして、安雪というアルバム、大傑作だと思います。もし、平成が始まった時に、 何枚か聞かななきゃいけないけ j p o p のアルバムもしくはミュージシャンこれから音楽始めるとかアレンジ始めるなって人にも同じです5枚ぐらい選んでくれって言われたらもう絶対入れますポップスのアルバムとしてはここで提案しているもの以上のアルバムが思い浮かばないかもしれないであと隣にいる天才感あとちょっとやばい感じ変態感っていうとこなんですけどちょっと言い避けようと思って言っちゃったねちょっとね変態感 いい込み感とか貫いたやつすげえとかいう感じあんですよこれ出せる人いますかってことです最近の米津さんであったりいろいろね作品聞いてもちろんすげえなと思ってますけど俺の中ではここまでじゃない若い人はもっと違う聴き方してるかもしれないラッドウェンプスとか出てきた時、まあ、いろいろ考えるともう価値観全員でいいんですけどまあ国をチャンネルですから 僕にとってこのアルバムというのは先ほど言いました5枚あ、あとの4枚聞きたいっていう人をちゃんと届けますからね5枚届けるうちのポップスのアルバムとしては限りなく周囲に近く存在しておりますそんな話を今日はお届けできたことを嬉しく思います昨今ウイルスの問題とかで明るくない自粛ムードいろんな方々いらっしゃると思いますけどもまあこういう日こそ YouTube とかでちょっと調べてみたりとかしてでもいいですしお家の中で眠っている 岡村康之さんの初期、特に安雪っていうアルバム聴いてみて、えっ、ー、と、僕と一緒に少しこの高まりを共有してみる、そんな休日はいかがでしょうか。はい、じゃあ以上な感じで今日の、えっ、ー、と、国尾チャンネル、安き岡村康幸コーナーでお届けしました。またね。